ポップスマーチ、素敵な日々は、1989年度の全日本水奏楽コンクール課題曲である。作曲者は、岩井直弘。題名に、マーチと書かれてあるが、岩井直弘は、小ミュージック的な雰囲気を持った、マーチと言っていて、ポップスならではのシェイクや、グリッサンドも出てきて、マーチらしさを感じさせない曲となっている。また、この曲には、テンポの指定がなく、 自由な速度で演奏ができる。そのため、全国大会では、様々なテンポで演奏され、最速と最地で1分ぐらいの差がある。ショーミュージックの幕開けのようなメロディーが流れ、ホルンとサクソフォーンの掛け合いに続き、課題曲では、珍しいスプラッシュシンバルの後打ちが登場する。低音楽器の動機付きに続き、8分音符のクレッシェンドで勢いよくテーマに掛け上がる。 ホルンによる16部音符の伴奏に乗り、木管楽器がメインテーマを奏でる。これを2回繰り返した後、ホルンが緩やかな雰囲気を表現、低音楽器が力強く短いメロディを奏でた後、ドラムセットの合図でテンポを抑制、ミディアムスイングに突入する。トランペットが華やかに登場した後、サクソフォーンが甘いメロディを奏でる。全体的にハイハットがテンポをリードするとともに、 ホルンのグリッサンドが雰囲気を盛り上げる。再びトランペットが華やかにメロディを歌い上げ、このテーマを終了する。クラリネットがグリッサンドを活用して甘いメロディを奏で、メリーゴーラウンドのような雰囲気を醸し出す。フルート、ピッコロが急降下するような伴奏を奏で、低音楽器の抑制でテンポが落ちる。トランペットがハゲにミディアムスウィングを奏でる。 ここで、シェイクと呼ばれる特別な奏法が登場するが、無理に演奏しなくても良いことになっている。低音楽器の動機づけで、テンポが上がる。ホルンが短く華やかさを印象づけた後、低音楽器とフルート、ピッコロが8部音符で雰囲気の転換を図る。ホルンが、高らかに跳躍音程を奏でた後、すべての楽器が大きくテンポを落として4部音符を奏で、派手なグリッサンドの効果で曲が終わる。 4分前後の短い演奏時間の中で、数回にわたりテンポが変化する、極めて変化に富んだ構成となっている。これをリードするため、ドラムセットが極めて重要な役割を果たしている。しかし、経験の浅い学生が演奏することを考慮し、ドラムセットは分割して演奏することも可能となっている。岩井直弘が過去に作曲した課題曲と比べ、 変化に富んだ内容と雰囲気の華やかさが特徴となっている。ありがとうございます。